1年間そう、早いですね。ね、初めての海外旅行がスウェーデンで、クリスマスに行ってサンタクロースに会ってくるっていうツアーだったんです。本物？本物、本当のサンタさん、ヒゲとかも全部本物だもん。素敵、素敵だった。私はなんか毎年クリスマスっていうと、みんなでワーワー遊ぶっていうのが多くて、ただね、クリスマス、学生の時にね、クリスマスの時に雪が降った日があったんですよ。ああ、ホワイトクリスマスだって言って、あのテニスコートとか真っ白になって、それはもう忘れられないなっていうのはありますけどね。でも今日もすごいよね、この料理。幸せ、嬉しい。これね、私が作ったのよ。ああ、篠原恵美です。お願いします。セーラービーナス、愛の皆子役の深見理香です。どうもよろしく。アルテミス役の高田康弘です。にゃおにゃお。じゃあ早速ですね、はい、あのインタビューにちょっと答えていただきたいんですけれども、はい、まあ、それぞれのキャラクターを演じるにあたって苦労した点など。苦労っていうほどの苦労じゃん。ないですけどね。だからそれでもやっぱり男言葉っていうのは普段は使わないから、どう言ったら一番かっこいいのかなとか、本当にこうすごい言葉結構言ったりするんですよ、誠っていうのはね。役柄としても初めてこういう若くて可愛い女の子をやらせていただいてるんで、かなりそういう意味でテンションを持っていく。あと途中で入ったっていうのがね、やっぱりかなりみんなチームワークが出来上がったところに入っていくっていうので、特にやる前にプレッシャーがすごくありましたね。もうこのまま字のままでもういっちゃえみたいな感じでやってましたね。あの高田君の声の魅力ってちょっとこう中性的な部分っていうのが私は感じます。でもこのアルテミスっていう役も名前はもう月の女神の名前じゃないですか。だから女の人みたいなね、
しますけどね。だからそういった部分ですごくぴったりのキャスティングだなぁ、ね、それはどういうぴったりな褒めてる高戸くんにまつわるエピソードじゃあリカちゃんバイあるからもう飼い主ですからねそんなないと思うけど、だってね一緒にマイク使うと大変なのよ。えなんでまず本番中なのにねもう後ろからドタ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 と近づいてくるでしょこの間私とも来た私とも来たってね近づいてくるで人より鼻大きいから息をね吸い込む量と吐く量が多いのねそうでもね、そうそうそう本当にねいつもこんな感じでスタジオの収録の時はもうにぎにぐしく楽しくやってるわけなんですけども、じゃあ最後にファンへの皆さんへメッセージをお願いします。みんなが見てくれているこの LD にはきっと私が登場し始めた頃の話が出ているんじゃないかなって思います。最初の頃はドキドキしながら始めたセーラージクターの役でしたけど、今では私の方はとっても楽しんでやっています。みんなにも楽しんで見てもらえればそれが一番嬉しいな。みんなこれからも応援よろしくね。私のやっている愛の美奈子は5人の選手の中では一番新人ですけれども、皆さんに助けられて先輩に助けられて一生懸命やってます。これからどんどん活躍していこうと思ってますので、どうぞ応援よろしくお願いします。まあ僕も美奈子と一緒に新しく入ってきましたが、踏まれたり引っかかれたりいろいろされながらも一生懸命これからも頑張っていこうと思いますので、皆さん応援してくださいね。ちょっと何これ何やってんのよケーキはケーキ、あ、息が止まっちゃった。回ってる回ってるよ。行こう
信じていい。